前田殿も。毎度、岩尾でございます。ビッグジュース、それまた大進展が行われました。うん。ホークスが、FA で獲得した山川穂高。うん、そこでライオンズが人的保障どうするのかという話の中で、和田投手がね、本当に当確じゃないかというような情報が出てましたよ。私も、もう、ちょっと先走って、そのコメントを動画に上げさせてもらったんですけども、まあ、その動画の中でもお伝えしました、ミスターホークスが移籍をどう捉えるのかというところで、お互いのチームがね、いろんな意向思考がある中でね、本人はどうなのかと、それをしっかりと反映させてくれる選手、これが和田剛、和田投手だったんですね。まあ、中堅あたりとか、まあ、プロ野球界でこれから羽ばたく、もっともっと伸びしろを持っている、貢献度の話からすると、自分の意思を尊重して、それが反映される選手ってそう少ないと思うんですけど、和田はその一人やったんですよね。おそらくですよ。ホークス以外で投げる自分のイメージはないと。なんかそういうようなことを会話の中であったのか、まあ全く報道が先走って和田じゃないのかって言ったのかわかりませんが、僕は前者の方で、和田がね、どのチームで投げるのも実は一緒なんですけど、本人もその割り切りはあったんですけども、ホークス以外のパリーグのチームで、投球することを描くのが難しいに至ったんじゃないかなと僕は思ってます。僕自身もね、現役を退いた2005年のシーズンでファイターズを退団したんですけども、2006年の1月にね、複数の球団からお話をもらいましたが、結局自分がね、そのユニフォームを着て投げてる姿をイメージできない。ファイターズ以外のユニフォームでプレーしてる、そのイメージが湧かないということで、引退させていただきますということに至り、で、そこに携わってもらった他球団の方には、しっかりと挨拶と、お詫びと、納得に至るまでの会話をさせてもらったっていうのを覚えてますね。でも、和田はね、もう最後までミスターホークスで終わるんじゃないかと思うんですけど、これ、海野に対して、結局、海野投手、山川穂高の人的保障選手として名前が挙がり、まあ、これはもう、これは合意ですよね。お互いのコメント出てますから。そう収まりましたかっていう話なんですよ。だって、ライオンズ事情で言うと、リリーバー。欲しいですよ。分厚くしたいですよ。で、そういった事情の中で、和田剛といえば先発ローテーションですよね。でも先発の実力がメキメキと、頭角を現しながら、今季は、芳しい、そういう数字を残してくれるだろう、見込みがあるのは、ライオンズの強みであったんですよ。そこにプラスアルファかというよりも、平海馬あたりがね、リリーフから先発に移りとか、そういう事情ある中で、やっぱリリーフ陣がもう一つこう分厚くしたいと。まっすぐ。ほんで追い込んだ。フォークボールで三振を見込める、三振を取れる。その選手で言うと、海野っていうのは、やっぱ、名前上がって当然ですよね。まあ、渡辺 GM も、まあ、おそらく報道陣の前でね、和田剛魅力あるねっていうようなことを言ったのか、プロテクト漏れしてた、報道関係者が事情を報道に出して、なんかいろんな情報が混ざり合わせてね、今日の午前中の、そういう、情報になり、僕も先走って一本動画作らせてもらったんですけども、まあ心のどっかでね、ミスターホークスがね、ホークスで最後の最後に投げ切ることがいいんじゃないかというニュアンスは伝わってたと思う。でも、まだまだこの先選手生命で言うと、たっぷりと、期待を寄せられる海野は、複数球団を渡るっていうのは、昔のイメージと違って、とってもとっても彼のためになるし、選手から言うと、こんないい経験はないんですよ。私自身、日本ハムファイターズで16年間プレーさせてもらいました。ファイターズ一筋なんていうことを言ってもらいますけども、それはね、また違った事情であって、時代も違うんですよね。今や、まあ、海の向こうの大谷翔平の事情も皆さん分かりますよね。エンジェルスであれだけ頑張り、あれだけ知名度も作り、ほんで、ロサンゼルスエンジェルスであれだけ活躍したその選手が、どのチームに行くのだと、大騒ぎしたじゃないですか。で、結果ね、同じロサンゼルス、そのドジャースに決まったんですけども、もしかしたら東海岸のプレーも考えられたかもしれないと。でも、どのチームに入団し、どこでプレーしても、全くネガティブな情報は飛び交うことなく、あ、大谷翔平新たな道を歩むんですね、しかなかったじゃないですか。それと一緒。
で日本の休暇から山本由伸がねアメリカでプレーするまたドジャースと契約しましたよ。これも同じようなことであって、あのその選手がどうやって輝くのかということだけであって、周りはそんなネガティブな情報を出す世の中じゃなくなったじゃないですか。そう思えば今回のね、山川穂高がまあいろんな、まあ言うたら吸ったもんだった中で、ホークスが、まあ、その前の情報からすると、あ結局そうなったんですかっていう声もあるけども、ホークスに入団が決まり人的保障で、さあライオンズはホークスにどの選手を指名するのか、和田剛、それも納得。しかしこの甲斐野投手の名前が挙がったことで一層の納得やね。言うたら和田投手がねライオンズでプレーするとなって何年見込めるでしょうかっていう話ですよね。今年43なのかな、うん、まあ、数年です。でも甲斐野の場合は、まあ言うたら彼の頑張りと活躍によって10年見込めるんですよ。で給料の兼ね合い見た時にはライオンズそうきましたかっていう話なんですよね、うん、チーム向上でね、まあ午前中の動画では和田が入団することによってね、特に左投手その底上げや技術向上に向けていい影響を与えるかもしれない、これも僕間違った発言だと思ってません、うん、でも甲斐野の場合は、まあ、それ以上に競争心を煽る選手ですから、うん、サンプル的な選手と違い競争心を煽る選手といった意味では甲斐野ですよね。やっぱホークスの戦い見てても、僕パリーグ畑の試合よく追いかけてスコアブックもつけました。そこで甲斐野が出てくる時でも結構脂っこいんですよ、うん、でその脂っこいその場面で出てきてチームに貢献すべく投球をしている姿を見て渡辺 GM もうその決断に至ったんでしょうね。僕はね全く鋭い視点だと思ってます。その和田も欲しかったと思う、欲しかったと思いますよ。でも甲斐野も欲しかった。でそこで話題いいよね、欲しいよねって報道陣に漏らしたことがバーッと記事となって世の中に走りまくったんだけども、落ち着いたところは甲斐野であると。これね和田剛の野球人としての彼に対してのリスペクトもあり、ホークスへのリスペクトもあり、そしてまあ言うたらね甲斐野に対するリスペクトもしっかりあるんですよ、うん、だから全てにおいて丸く収まるっておかしいかな、うん、それが成立した時に納得が生まれるのは今回の決断じゃないかなと思いますけどね、うん、まあでもパリーグのチームからパリーグに FA で移籍で、そこから割と人的保障をいただく、うん、まあ、金銭の動きなどは皆さんルール把握されてると思うんですけども、FA にはね ABC いろんなランクがありますから、うん、でもお互いがチームにとって良かれと思う決断しかないんですよね、うん、それが成立したということで納得が生まれたんでしょ。ホークスの充実、ライオンズの充実、これペナントレースは分かりませんよ。お互いのチームが、これはね大きな補強なんですよ。お互いのチームが補強なんですよ。これどうなんやろ。うわー、私普段ファイターズを追いかけてます、ファイターズのコメントもしてますけども、パリーグ全体が気になってしゃあない岩本ですわ。ああ、まあそのパリーグがね盛り上がる上でね、こういう移籍の活発化っていうのはとってもとっても重要なことなんですよね。うん、まあ前回のね動画の先走ったコメントは本当申し訳ない、もう気が走って、うん、もうコメントせざるを得なかったんですけども、今回は確定事項ということですから、うん、お互いのチームが繁栄に至りパリーグを盛り上げてくれることを願っております。毎度おきに。